朗読ラジオ番組エンジェリックリンクサイドストーリーの時間です今回ルシフェル役三鷹林がお送りしますゲーム本編でお楽しみいただいているエンジェリックリンクのメインストーリーはアニメ私能力は平均値でって言ったよねの原作者船先生書き下ろしの世界観設定プロットが原案となっていますこの原案からエンジェリックリンク本編の主人公や ルルシフェルたちが生まれたわけですがこのプロットが世に出ないままではもったいないということから企画された朗読番組です今の本編とはちょっと違う企画当初の構想を朗読番組としてお楽しみくださいそれではスタート今日も何事もなく一日が終わったか誰もいない礼拝堂で 俺は思わずつぶやいてしまった孤児院の前に捨てられて数十年生まれ育った孤児院に隣接した教会で俺は今神父見習いとして住み込みで働いている孤児院と教会から離れた場所で生きていこうとは思わなかった理由を問われれば特に何の取り柄もなかったことが一つ二つ目が 孤児院へのささやかな恩返し、そして後輩にあたる孤児たちの面倒を見てやりたいという思いから成人を迎えた後も、も何となく孤児院に居残ることに決めたそれからはや半年今は住み込みの新婦見習いとして間借りしている立場なのでちゃんと家賃や食費油代やろうそく代洗濯代は払っている。 乏しい見習い手当と町でたまに引き受ける半端仕事の報酬をやりくりしながらだけれどそれでも俺のお金が幼い孤児たちの食費となるのなら払いがいがあるというものだった今も誰もいない礼拝堂で一日の終わりに祈りを捧げているけど俺には熱心な信仰心があるわけじゃないもちろん こうやって普通に生きていられることに対する感謝の心はあるでもこの世界の神様ってあれだからな信仰心が湧きようのない理由は俺がこの世界に転生した時まで遡る孤児院に捨てられる赤ん坊となる前つまり俺の前世の話 俺は横断歩道を渡っている最中そこに突っ込んできたトラックから少女を助けるためにはねられてしまったのだああ短い人生だったなそう死ぬ覚悟をした瞬間俺は真っ白な空間に立っていたんここは俺は死んだんじゃなかったのか 直前の記憶を思い出している俺の前に知らない少女が現れるトラックから助けた少女とは別人だった助けた子の方が純真そうで可愛かったしけれど目の前のどこか残念そうな少女が口を開くあんたは死んだの魔王と戦うためのチート能力を上げるから世界のために頑張ってね それだけ言うと少女は消えてしまった早っ進展早いやもう少し詳しい説明をくれよそして楽に暮らせるようなチート能力も無限の収納力を持つアイテムボックスとかどんな怪我や病気も治せるポーションとか地球のものを取り寄せられる異次元ネットスーパーとかしかし俺の絶叫も虚なしく次に目を開けた時 俺は教会の前に捨てられている赤ん坊になっていたバブバブっ入ニュージカよそして確認したステータスは勇者国にバレたら使い捨てにされそうな肩書きだなよしなかったことにしよう絶対秘密そんなことを思いながら次にスキルを確認してみると なになにスキルコピー効果はえっと…一線を超えた女の子のスキルをコピーできる…だとまず一線って何しかも乳幼児には何の意味もないしそもそも成人して素敵な女の子と出会えたとしてもその子が魔王を倒せるようなすごいスキルを持っている確率なんて一体何パーセントなんだよ よし、決めた俺は無能な一般人だごく普通の神父としてささやかな一生を送ろうこうして俺は勇者として転生させられたにもかかわらずひっそりのんびりと第二の人生を生きることに決めたのだそして十数年の時が流れ俺は今礼拝堂で神様に祈るもちろん自分を転生させた れな女神じゃない本物の神様に早く一人前の神父になって白球の見習い手当じゃない正規のお手当がもらえますように神様どうかよろしくお願いしますもう何百回目になるかわからない祈りの言葉をつぶやいた時だった。 見上げるほど高い場所にある礼拝堂のステンドグラスを突き破り天から少女が墜落してきた<笑><笑>これがごく普通の青年とごく普通の少女のごく普通の出会いただほんの少し普通と違っていたのは。 その少女の背中には漆黒の大きな翼があったこといやどこがほんの少しだよどうして受け止めずによけるのだ自分で自分に突っ込んでしまった俺を床に激突して鼻の頭をすりむいた少女がキリッとにらみ上げてくるそっちこそどうして翼があるくせに落ちてくるんだよ、ねねねね ままあいいお前我を養えないはあなんで俺がだって堕天使だもんひとまず割れたステンドグラスをどうにかしようと俺が掃除を始めた頃血相を変えた教会のシスターが礼拝堂に駆け込んできた今の音は何ですかえその人は 驚くシスターに俺はどうしようかと慌てるあ,あいやあそのちょっとした知り合いでどうやって説明したらいいんだいきなりステンドグラスを割って落ちてきたなんてそんな俺をよそに少女は会話に入ってくる今日からこいつと一緒に暮らすことになったルシファーだ我のために尽くせることを。 にえようがよいえっと胸に貧乳の祝福を授かってしまった哀れな人間の女ようんうん。か <laughs> ったななんですってその瞬間神に仕えるものとは思えないさっきのこもったシスターの視線がルシファーを襲った。 突然の出来事の連続にもうどうしていいのかわからない俺は睨み合う2人に挟まれながら先ほどまでの平穏な日常を送れなくなったことだけは理解したのだったこうしてルシファーは俺やシスターそして孤児たちと一緒に教会で暮らし始めたしかし本人は宣言通り俺にお世話をされる気しかなく自堕落で。 奔放なルシファーの面倒を見ることになった俺は、毎日文句が絶えなかった。けれど、数日が過ぎた頃、俺はあることに気づく。はもしかして、これってどうせだって、一つ屋根の下だし、しかも可愛くて胸の大きな年頃の女の子と…あれけど、そもそもどうしてルシファーは… 天から落ちてきたんだ3日後にしてあまりにも遅すぎた質問だったふムよくぞ聞いてくれたな下僕の男よあのクソネズミで何がその胸の大きさは紛れもなく罪凶慢の罪で天界追放ですなのだ自分がちっぱいだからってただの八つ当たりじゃないかつまりルシファーは 天界ををめている女神にに理由に追放されたとは絶対それだけの理由じゃないと思うんだけど女神って俺の見たあの残念な女神と同じ存在なのかな俺の疑問をよそにリシファーは話を続けるとりあえず展開に戻るためには得ポイントとやらを貯めることが必要なのだ 中でも勇者と協力して魔王を倒せば特大ポイントを得られるのだ勇者って俺はいつか見た自分のステータスを思い出すおいおいおいこの展開はまずいぞ魔王退治なんて絶対にごめんだ俺はしがない一般人として生きていくってもう決めたんだからな <laughs> まさかルシファーは本気で魔王退治になんて行かないよな行くわけがなかろう急いで展開に帰ったところでどうせまたあの女神の子守りをさせられるんだせいぜいあの小娘女神が人並みの分別を身につけるまで地上世界でのんびりしてやるのだというわけでこの先もよろしくなそうそう ゃ魔王退治よりはマシかもしれないけれど思わず大きな声を出してしまうと突然シスターがドアを開けて部屋の中に入ってきた「住みつくのは構いませんが無駄飯ぐらいは許しませんよ」「見なさいこの部屋の惨状を」シスターの言葉に部屋へ視線を移せばルシファーがあちこちで食い散らかしたゴミやら洗い物が。 ああるはあるわ俺一人では片付けが間に合わないほどに自堕落な生活を続けるルシファーの状況が散々な結果となって現れていたそれなんだよなどうしてこんなに食っちゃねで怠惰な生活ができるんだよあだって堕天使だもんそういう問題じゃない こうして俺と堕天使と名乗る少女ルシファーとのとほほな共同生活が始まったしかしその後ルシファーに続き堕天使が二人三人と次々現れることになるとは俺はまだこの時思ってもみなかったのだった いかかがでしたでししたょうか転生した主人公ステンドグラスを突き破って現れるルシファーエンジェリック・リンクの世界のかけらが確かにここにあるようですね次回からは特別なサイドストーリーが始まります楽しみにお待ちください今回はルシフェル役三鷹凛がお送りいたしましたそれでは皆さんさようならー